ワンチュ。奥から2番目、2列目の。わからない。うまい、アリちゃん。出てきた、出てきた。悪い、めっちゃ悪いやん。飯作る場合じゃないの。お、卵がめっちゃ大きい。コロンコロン湯で。コロンコロン湯。確定演出みたいになっちゃう。頑張れ。うおうおうおう。中身見える。ちょっとあのあれだね。どんだけ見つけてる。今はピッと外した。いや寒くなっちゃうから。演出すごい。あ、出てきた。大丈夫？大丈夫？絡まれたけど。大丈夫？もう分かんない。まあ、出てきた。ああ、疲れたってなっちゃう。動いた、すげえ。めっちゃ動いた。動き、めっちゃ動き、めっちゃ動き。なんかでかない？でかい。え、もうなんかでかない？
もう中視力よりでかい。足？あれ。でかない？足。でかい。でかいよ。もう中視力よりでかい。もう成長しきってるやん。なきゃなきゃ。あ、すげえすげえ。いける？から。大規模ですよ。太郎。なんで？雪よ。なんで？雪の日に生まれた。ああ、雪よ。岸田。ちょっとダサいな。岸田にしよう。総理大臣、一個ずつ下がっていこう。大丈夫？太郎取れてないのかな。いや、まけど一日は落ちからやから。めっちゃ泣いてるやん。めっちゃね。え、大丈夫？過保護。生まれましたね。ハッピーバースデー。おめでとう。めっちゃ動きよ、大丈夫。え、めっちゃ動きよ。超動きよ、卵。お母さんの卵。ワクワクしよう。暑いかな。めっちゃ動きやって。ちょっと他のとこ行った。どうしよう。めっちゃ動いたよ。え、めっちゃもう端っこまで来たからけど。大丈夫？そんな動くやつ見たことないよ。じゃじゃ馬くんが歩き回って転覧をしてしまいます。1日目は移動せん方がいいらしいんですけど、ひよこのお家です。当初センターに置く予定やったヒーターなんですが、ちょっと室温が上がりきらずにですね、おりましたので、ちょっと移動させまして、40度を設定して、温度計があれぐらい離れた状態で30度ぐらいかな。近くはね、すごくあったかいんですよね。触った感じ低温やけどしそうなんで、ちょっと浮かしてるんですけど、僕のイメージとしましては、寒いやつはもうヒーターのところに寄ってってもらう。もう水と餌は設置しました。本当はね、初日は水も餌も食べなくても大丈夫みたいな感じなんですけど、天草大王予想以上にでかいんで食うんじゃないかと思ってね、とりあえず置いてます。上にね、濡れタオルを仕込んでます。これは室内の湿度を上げるため、水が垂れないぐらい絞ってますね。下にはペット用の、おしっこシート、うんちしてもね交換しやすいんでね、こんな感じにしております。空気穴1、2、3、4、5、5個穴開けてますが、まあここのね、もともとのくぼみが、密閉しておりませんので、まあ空気はここからでも全然吸えるんじゃないかなと。まあ湿度がちょっと保ってるかわかんないんで、まあ改善していくかもしれません。みーちゃん、うん、よいしょ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 、かわいい、かわいい、めっちゃかわいい、みーちゃん、めっちゃかわいい、はい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 、いや、もう食べて。めっちゃかわいい。かわいそう。寒かった。あ、速攻でうんちくしました。映ってない、限定的瞬間。あ、映っちゅうから。そう、温度計、おしっこした。うんちかい？うんちしたね。寒いかな。寝た。
ち？湿度下がってきました。してます。あ、失礼します。ディナーです。ちょっと水に気づいてないけどね。あ、飲みやすい。引っかかっちゃう。縁をダメよね。だから水があそこに入っちゅうのに気づいてないやった。まだうん、一回なんだろう、わかる。